2023年の第31回東京都クラブユースサッカー U14 選手権大会決勝戦です。決勝のカードは FC 東京同士、 FC 東京 U15 深川対 FC 東京 U15 武蔵の一戦ということになりました。会場は味の素フィールド西ヶ丘です。解説原和樹さんです。原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この U14 決勝ですけれども、 FC 東京の深川と武蔵、この2つになりましたね。 FC 東京対決ですね。青赤対決ということになりました。予想しています。20番なんですね、はい、そこは。前半がスタートしました。35分ハーフです。左に遠藤、青と赤のユニフォームが FC 東京 U15 深川です。外して高い小野の10、つながって佐野、広げます。塩崎です。小野の10、スペースに出てくる佐野が来る、佐野入れ替わった、佐野折り返し、チャンスだ。塩崎が蹴り込んだ、先制武蔵、見事な攻撃でした。素晴らしいですね。しっかりと小野選手が裏を通ったところ、佐野選手裏狙ってましたし、あの折り返しのところしっかり決め切りましたよね。右のサイドバック塩崎春人があの位置まで入り込んでいました。いいですね。やっぱゴールを取りに行くために、まあ、ミートはしなかったかなと思ったんですけど、逆にそれがいいバウンドになってゴールにつながったかなと思いますね。はい、左へ展開、入れ替わった、仕掛ける大和、ファーサイドフリーがいますが、そこにボールが来る、新田相馬、大和選手素晴らしかったですね。ファーストタッチでもう前を向くことで、まあ、今です三笘選手なんか得意とする形ですよね。ハ、はい、フライン近辺で受けてはいるんですけど、しっかりとバイタルに持っていって、そして正確なクロスというところではすごく可能性、そして技術が必要なターンからのセンタリングだと思いますね。はい、拾った武蔵、佐野、くるっと回る、つないで梶山、広げます、塩崎、縦勝負、塩崎のクロス、いいボールが来る、コーナーに逃げました小畑。いや、小畑選手結構難しいクリアだと思うんですけど、しっかりと逃げたといいますか、いいですよね。あれ、ま、カジの方はふてぶてしく、はい、姿勢よく、はい、まあでも力強さもありましたからね。はい、ひょうひょうとスーパープレー連発って感じでしたもんね。そうですね。おー、今度深川えぐっていくチャンスだ、うん、左が伊藤ですかね、突破していきました。小野のジュルイス、畑山がつきます。小野のジュルイス、畑山のディフェンス、ここで前半終了のホイッスルです。0対1、 FC 東京 U15 同士の一戦は武蔵が1点リードで折り返しです。梶山、背後へ、中島陸、中島カットイン、クロス、佐野、超えていきました。小畑の対応、早間です。早間から右へ、橋本のスペース、小野の10、小野のジュルイス、切り返す、引きつけて後ろ、中島外す、中島、いいですね、この2人の関係で。中島選手もあのタイミングちょっと違いましたよね。ニア上狙ったと思うんですけど、逃げ切らずに軸足近かったんですけど、いいシュート振り抜きましたね。はい、落とし、伊藤背後へ、入れ替わって大和、カットイン、後ろ使う、富田、広げる、早間、早間、縦勝負、早間、切り返す、早間、ラストパス、打てない、河内、左足のシュート、ブロック、佐野、うまくコントロールした、梶山、小野のジュルイス、狙ってました、ここは畑山のプレー。ああ、
いいプレーだ。いや、お互いいい攻撃出てますね。早間仕掛ける。早間、早間のシュート、コーナーです。塩崎がついてました。早間選手が仕掛けてる中、小畑選手回ってましたからね。しっかりとやっぱ相手チームを助ける、早間選手に一つでも選択肢を増やすプレーっていうの大事ですよね。はい、危険につながるならまあ本当お金がかかることだと思うんですけれども、はい、この世代からやってることは素晴らしいことですよね。まあでもやっぱりそういうのは J クラブの一つメリット。おお、佐野が抜ける。佐野切り、うまい、落として後ろから梶山。いいですね、佐野選手もあそこでアイデア一つありますよね。この前線3人のアイデアすごく豊富で見ていて面白さは。どんどん、おっと、なんとか書き出しましたが、入ったところもこのキーパーのゴールエリア周りって意外と自分が、あ、梶山、中島、そうな、ゴールエリア近辺って意外とあの取り替えのスパイク入ってたりするので、はい、自分の周りがボコボコ荒れてるんですよ。あ、だからバックパスに対してもバウンドの変化とか、はい、ああいったところボール流してしまうと、はい、やっぱ変化があったりするのでちょっと怖さっていうのが出てきちゃいますよね。川内のプレーでした。大和のパス狙ってました。梶山、うん、浮かせる、渡辺、よくキャッチしました。佐藤颯希、大和、川内回る。いいですね、オーバーラップから。いいタイミング、クロスが来る。キーパーこぼす。キーパー鈴木大志キャッチしました。オーバーラップから素晴らしいクロスでしたけれどね、なかなか詰め切れなかったところで、こういった攻撃を続けていきたいですよね。ダイレクトゴールに向かってゴールと、佐藤颯希抑えました。お、いい形。早間仕掛ける、タックル入りました。塩崎、ただまた早間持ち運ぶ、丁寧に上げる、ファーサイド、よく体当てていきました。橋本のクリア、新田選手もいい動きから叩きつけようとしてましたけれどもね、はい、こういったセットプレーを取ることもチャンスにつながるので、ここでどう仕留めるか仕留めないかだと思うので、はい、まだ引き続きいい攻撃見せてほしいですね。そうですね、ファーサイド、しっかりでもキャッチしました鈴木。残り5分ですかね。そうですね、残り5分になった中でどう点を取りに行くかというところと、まあ、このまま守りきるのか点を取りに行くのかというところにも注目したいですよね。そうですね、背後、新た強引に行く、ただここは対応、石村拓人、新た選手の
推進力でしたりキープ力っていうのをすごく注目できると思いますし、はい、もうここでやっぱシュートを決めるっていうところがストライカーとしての求められるところだと思うので、残り5分の間にねじ込むようなドリブルと推進力見せてほしいですよね、はい、狭いところ吉田、早山まだ縦勝負ですがしっかり塩崎も対応してます。小野のジュルイス引っ掛けた、町田新田入れてくる、面白いクリア、石村小畑のダイレクト、武蔵が交代です。中島陸に代えて背番号37米川祐希が入ります。1年生です。オーケー、小野寿が行く、入れ替わった、小野寿ルイス中を見る、ラストパスずれる ゴールに向かっていく、こぼれて、うわ、打てない、まだあるか、止める、シュート、ブロック、クリア、試合終了、勝ったのは武蔵、最後よく粘りました。深川の前線の選手たちもすごい良かったんですけども、このこじ開けるって最後迫力すごいあった中でこじ開けるところに至らなかった、この1対0っていう評価、あ、結果、まあ、今後どう覆すこともできると思うので、はい、勝ったチームを怒らず上を目指して、負けてしまったチームをこの後どれだけ成長してこのスコアをひっくり返せるように3年生になった時、そして将来的にというところを目指して頑張ってほしいなと思いますね。そうですね。